漫才師今来るよ。本名、坂井末子。坂井、末子、さんが27日、癌のため、大阪市内の病院で亡くなった。所属の吉本興業が28日、発表した、西川清、77、が吉本を通じて追悼コメントを寄せた。女性漫才師として、漫才ブーム、を牽引されていたことが強く印象に残っております。とし、舞台では、クリスマスツリーを彷彿とするくらい常に華やかな衣装を身にまとい舞台に出るだけでも周りの雰囲気が明るくなり、子供からお年寄りまで多くの方々に愛されていました。番組で忙しい時でも、収録終わりによく食事にご一緒しましたが、食べっぷり、飲みっぷり、腹いっぷりの良い最高のお二人でした。とても楽しかったことを懐かしく思います。心よりご冥福をお祈り申し上げます。と綴った、ネットの声。幾代さんって、高校時代、ソフトボールのすごい選手だったと聞いたことはある。大学からの誘いも多かったと。来る予算はすごい世話好きでマネージャーにぴったりだったとけど本当は選手としてグラウンドに立ちたかった後悔もと昔に話していたな。まあ、最初の漫才ブームの時に小中とよく笑わせてもらいました。ありがとうございます。幾代さんと来る予算。高校時代からの親友で仲の良い漫才コンビのイメージで微笑ましいお二人でした。ご命日も一日違いだったんですね。あちらで幾代さんと再会されているかな。来る予算のパワフルな漫才と奇抜な衣装でたくさん笑わせていただきました。ありがとうございました。仲良しコンビは一日違いで高い。いろんな関係において運命のような出会いはあると思う。日常の中での出来事だからそれに気づかないが、気づくのはいつだって、片方をし尽くした時、そしてそれは奇跡のような出会いだったと、まるで鏡のような存在であり二つで一つ、二人で一人、を二方を見ているときっとお互い唯一無二の存在なんだったと今は思う。心よりご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。